現代の多くの無線機にはパドルを操作して自動的にモールス信号を送信するキーヤーが内蔵されていますが、それにもかかわらず外付けキーヤーを使用する理由が2つあります。1つは無線機の液晶画面の情報を最大限に活用するためであり、内蔵キーヤーを操作することによってその視認性が妨げられないようにするためです。次に外付けキーヤーが提供するコードで便利な機能を積極的に活用することで操作性や効率が向上する点が挙げられます。今回ご紹介するのは優れた機能を備えた3つの外付けキーヤーです。動画の最後にはキーヤーを選ぶ際の重要なポイントについても整理しましたので、ぜひご覧ください。こんにちは。ちょっとアバウトな電源実験工房バーチキーズナビゲーターの赤ずきんです。一般に市販されているキーヤーは激安の中華製のものからキットとして頒布されているもの、マイコンに周辺回路を組みプログラムをネットからダウンロードして使うもの、メーカーの製品など様々な形で手に入れることができます。最初に紹介するのは最近手に入れた QDZ キーヤーです。このキーヤーは関西和文電信愛好会のアイボールで見かけて気になっていたものでした。最近パドルを電気的にバグキーとして利用しているローカル局のモールス信号が以前と明らかに変わっていたため理由を尋ねると、このキーヤーを使い始めたとのことでした。符号の歯切れが良くなり明瞭度が格段に向上していたのです。そこで早速頒布を受けて使ってみたところ、エレバグモードで音と音の間を適切に補正するオートスペース機能が働き、心地よい符号がスピーカーから流れてきました。実際、単点と長点の交互連続送信の波形をオートスペース機能のついていないキーヤーと比較してみるとこのような差が見られます。手元のいろいろな電源をつないで試してみたところ、このキーヤーにつないで面白かったのはベガリ HST3 でした。上面のスライドスイッチで簡単にエレキー、エレバグ、マニュアルの切り替えが可能ですが、エレバグモードのまま HST3 についている動作切り替えスイッチをパドルから複式側に倒すと、オートスペース機能のついた複式電源として利用することができるのです。これは HST3 に限らず複式電源をお持ちの方には粘り防止装置としても利用可能なのでおすすめです。マニュアルキー端子のチャタリング防止機能の機器も秀逸で、メカニカルなバグキーの符号も美しく成形されます。頒布価格は2024年9月末現在5000円と送料です。近々単点と長点の比率を調整できるようにバージョンアップされる予定だそうで、実現すればバーチキーズとしては現在愛用している K3NG キーヤーから完全に乗り換えることになりそうです。さて、その K3NG キーヤーは現在のバーチキーズの主力キーヤーです。 K3NG キーヤーはアルデュイーノというマイコンにネットで無料配布されているプログラムをダウンロードして使うものです。これは自分で周辺回路を追加しケーシングした K3NG キーヤーです。モードスイッチを押してパドルでモールスコードを打つことで動作を設定します。このキーヤーを使用する最大の理由は単点と長点の比率を自由に変更できることです。バーチキーズはこの比率を1対 3.5 に設定しています。このような設定のできるキーヤーは多くありません。多機能ではありますが海外局の考案であるためメモリーに和文を登録できないといった欠点もあります。それでも自分好みの符号に徹底的に調整できる魅力は大きいです。またマイコン好きな人はプログラムのカスタマイズなどで機能拡張を楽しめるかもしれません。制作費はマイコン本体が2500円、あと基板と部品およびケーシングで7000円くらいで作ることができました。今回最後に紹介するキーヤーは GHD 社の GK609A です。 K3NG を利用する前はこのキーヤーを愛用していました。このキーヤーで気に入っていた点は8チャンネルのメモリーに音分和分を問わず縦振りで個性的な符号を打ってもテープレコーダーを再生するように
そのままの信号を送出することができるという点です。縦振りなど手動操作の電源を使ってロールコールのキー局を担当する方にはありがたい機能ですね。またスライドスイッチで信号の送出先をこのキーヤーに接続された3台の無線機の間で簡単に切り替えることができます。このように自社の特徴を保ちながら国内外のキーヤーが持つ便利な機能のほとんどを実装しています。興味深いのはエレバグモードで設定した速度に応じてマニュアルキー端子に接続した電源でもオートスペース機能が働く点です。これはパドルと複式の同時運用を前提にした実践的な設計だと感じました。 GHD 社製で小さい筐体に機能満載なのはありがたいのですが、価格が 34,800 円と高価な点が難点です。いかがでしたでしょうか。今回紹介したもの以外にも様々な特徴を持つキーヤーが数多く存在するため、選ぶ際に迷われることもあるかと思います。そこでキーヤーを選ぶ際のポイントをこのようにまとめました。ご自身の用途に応じて必要な機能を見極め、主に使用する電源や実際の運用シーンを想定して最適なキーヤーを選んでくださいね。今回の動画がキーヤー選びの参考になるようであれば、後から見返せるようにグッドボタンを押しておいてくださいね。今日はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。ベスト73、さようなら。